明治安田生命 J1 リーグ開幕戦、大分トリニータと7年ぶりの J1 徳島ヴォルティスのゲーム、昭和電工ドーム大分からお届けしてまいります。さて、大分の開幕なんですが、鈴木、岩田の3センターバックの2人が抜けた後、坂、小出が入ります。左は三沢、ゴールキーパー高木、ボランチ小林と長谷川です。左に今日高畑入りました。そして右には井上が入っています。高澤ワントップの2シャドウ、野村、渡辺、新、徳島ヴォルティスのメンバーです。主力の流出は抑えられた徳島なんですけれども、ゴールキーパー上福本、ディフェンスライン福家、福岡、石井、岸本、そして岩尾に、藤田、ジョエル、千葉が起用されています。2列目、藤原、宮代、浜下、ワントップ柿田です。さあ、こちらは河本ヘッドコーチです。ダニエル・ポヤトス監督に代わって不在の間指揮を取ります河本ヘッドコーチ。さて、今シーズンの J1 リーグなんですが、 VAR も仕切り直しのスタートとなります。 VAR ビデオアシスタントレフリー、得点、PK、警告や退場、選手の間違いなどの明白な間違いや見逃された重大な事象がある場合にだけ介入し、ビデオアシスタントレフリーが映像の判定を行い、主審の判定をサポートいたします。さあ、立ち上がりなんですが、ボールを回しているのは徳島ボールです。5番のベテラン石井、上福本に渡辺新がプレッシャーをかけてボールを奪って、左足、先制点はファールですね。ファールがありましたが、チャージがありましたね。背中からプッシングしたということですね。若干後ろ気味から行ってしまったんでね、はい、ボールは徳島、宮代、このボールを井上健太が奪うか、いや、岩尾、徳島ボールになる。藤原が仕掛けてちょっと後手になった、小出シュート、藤原。今日はこの左、徳島ですね、左サイドがやはりこうチャンスメイクが多いんで。そうですね、岩尾からのボールです。あー、どうだー、ゴール。ボールを少し失ったところでそのままシュートまで持っていきました、岸本。先制点は徳島、37分。まあ、まず一つはやはり動き出しですね、この背後を取れたこと、はい、ね、あのゴールキーパーとディフェンスは高畑ですかね、交錯しましたけどね、そこをうまく狙って、まあ、右サイドバックの岸本がここまで来れてるっていうところと、駆け引きの中でやはりチャレンジするっていう姿勢がね、このゴールを生んだと思いますね。鈴木や岩田、これまで大分を支えてきた選手、うんと、ここはどうだ、ま、っちょっとまたヒヤッとしました。いいボール入れましたね。ファールなし、渡辺新太、中に入れる、左足シュート、渡辺から、そして高澤へ、速いスピードのシュートでしたけれども、これは上福本、ナイスセーブ。さあ、スピードを生かした井上だ、中に高澤、うん、持っていけるか、シュート、左足、さあ渡辺新太、左足シュート、追いついた、追いた、井上の右サイドから活路を見出しました、大分トリニータです。まあ、シンプルなボールでしたけどね、井上のやり良さですね、はい、左足で振り抜いたところを見てみると、非常にこう 下から下のね、コンパクトな振りがやはりキーパーも止められないところに行きましたから、触ってますけどね、はい、あそこの振りは非常に速かったですね。さあ、残りが5分を切りました。そして少しアディショナルタイムが長くなりそう、うーんと、ここは町田大和が追いつく、途中で入った25番の阿部でした。
さあどうするか、小林が縦に入れる、渡辺新太自ら持って右足シュート、ディフェンダーに当たりました。藤田、おっと、さあ左足で入れて川田の前、さあどのくらいプレータイムがあるか、長澤投入、今季移籍の長澤、井上に代わって入ります。ここで清水さんの長い笛、この開幕の第一節、先制したのは徳島ボルティス、追いついた大分トリニータ、1対1で勝ち点1を分け合うという形になりました。